皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は電子レンジで簡単にできるスペキュラスを使ったカップケーキの作り方を紹介します。まずバター大さじ1を電子レンジで加熱して溶かします。バターが溶けたら卵1個を加えて混ぜます。次にブラウンシュガー大さじ2を加えて混ぜます。混ぜ終わったらスペキュラス1枚分を砕いたもの、小麦粉大さじ4、ベーキングパウダー少々を加えてよく混ぜます。スペキュラスはオランダやベルギーでミラノ・ニコラウスの日に食べられるクッキーです。最後に牛乳大さじ1を加えて混ぜます。混ぜ終わったら電子レンジの800ワットで1分30秒程度加熱します。加熱が終わりました。クリームとスペキュラスをトッピングします。スペキュラスは細かく割ってから振りかけていきます。これで完成です。 DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。